高速鉄道の中で赤ちゃんが生まれました。中国の江西省を走る高速鉄道の中で3日、妊婦が破水し、夫は泣きながら助けを求めます。居合わせた病院の関係者が産婦人科の医師とビデオ通話をつなぎ、指示を受けた乗務員らが男の子を取り上げました。母子ともに健康だということです。